オタァの秘密基地。重レンジャー重レンジャー動画をご覧の皆さん、こんにちはオタファです。今日紹介するおもちゃは、これだ恐竜戦隊、重レンジャー進化合体、デラックス、大獣人だ <laughs> というわけで今日は、歴代戦隊ロボレビューの、恐竜戦隊、重レンジャーの1号ロボ、大獣人、直撃世代、集結せよ もちろん、十レンジャーのことや、大獣人をご存じない方も、どうぞ最後まで見てください。それでは早速、レビュー行きましょう。これが、十レンジャーの5人。恐竜戦隊十レンジャーは、1992年から93年に放映された、スーパー戦隊シリーズ第16作品目のヒーロー。5体の四五獣が今、神に進化する。ティラノレンジャー、劇が乗り込む、四五獣、ティラノザウルス。マンモスレンジャー、ゴーシが乗り込む、四五獣、ジューマンモス。 トリケラレンジャー、ダンが乗り込む、守護獣、トリケラトプス。タイガーレンジャー、ボーイが乗り込む、守護獣、サーベルタイガーに。プテラレンジャー、メイが乗り込む、守護獣、プテラノドン。この5つの守護獣が合体することによって、大獣人になります。そしてパッケージの背面。この大獣人のかっこいいところは、重戦車形態の大のタンカーから大獣人に変形します。これが、大のタンカー。さあ、それでは5体の守護獣を取り出します。現れよ守護獣たちよ ご覧ください。この5台の守護獣たちは、今までの往年の戦隊ヒーローが乗り込むメカではなくて、あくまでも神。そう、守護獣という設定なんです。早速、順番に見ていきましょう。まずはこれが、ティラノザウルス。造形はこのようになっていて、往年の日本の、いわゆるゴジラ体型僕はこのプロポーションがすごく好きなんですよね。ティラノザウルスは、マグマが吹き上がる大地の中から出てきます。それがかっこいいんですよね。口。 このように稼働して、それから腕。足が稼働します。大獣神に合体した時は、胴体及び頭部を構成します。次じゃん !10 万モス氷山の中から出てきます。造形はこのようになっていて、鼻が稼働します。牙のパーツはメッキ。大獣神に合体した時は、この胴体が腕になり、さらにこの頭部が シールドになります。成型色は主にブラック、それからグレーが2種類。細やかな色分けはユーザーが貼るステッカーになっています。さあ次450トリケラトプス。この特徴的な角の部分はメッキ。大獣陣に合体時は左足を構成します。これは足ではなくてタンク型になっています。で、ここにコロが4つあるので、このようにコロ走行ができます。 これも他の守護獣同様、細やかな色分けはステッカー。で、尻尾はこのようになっていて、ここが稼働して、劇中ではここからミサイルを発射していました。さあ次。守護獣、サーベルタイガー。頭部の造形はこのようになっていて、特徴的なのはこのメッキパーツの牙。口は稼働しません。カラーリングはオレンジに近いイエロー。 大獣陣に合体した時は右足を構成します。前足。後ろ足が可動します。で、この黒い部分。ここがコロなんですよね。前足と後ろ足になります。これは大のタンカーの時に使用します。それから尻尾の造形はこのようになっていて、ここもトリケラトプスの時と同様可動します。劇中ではここからレーザービームを発射していました。サベリタイガーはこんな感じ。さあ、そして最後。これが450プテラノドン。 造形はこのようになっています。ちなみにこの形態はガングオリジナルの形態になっていて、このキャノン砲、これを取り外します。頭部を動かして、このようにします。これは全体が赤色のパーツが多いんですけども、トレードカラーは本来ピンク。このステッカーの部分が綺麗ですね。大獣人に合体した時は胸部になります。この5体の守護獣の中で唯一空を飛びます。 ちなみにこのパーツは大獣人の背面、それから大のタンカーの腕に取り付けるパーツなんですけども、このようにしておくことで、プテラノドンを立たせておくことができます。こういうアレンジがいいですよね。さあ次はお待ちかね。変形合体。重戦車形態の大のタンカーに合体します。これがいわゆる中間形態ですね。それでは行きましょう。合体ダイナミッションまずは、サーベルタイガー。前足。 後ろ足を収納。そしたら、尻尾を折りたたむ。そして、牙を上に向ければ、これで合体準備完了。次、トリケラトプス。尻尾を折りたたむ。これで合体準備完了。次は、ティラノザウルス。まずは、口を閉じます。次、腕。 これを胴体側に密着させて、足。これが面白いんですけども、ここにスイッチがあります。このスイッチを押しながら、ここの関節を前に出します。そしたら、膝下を縮める。そうすると、このようになります。反対側も同様ここ。このスイッチを押さないと、前に来ません。こう。膝下を縮める。そしたら最後、尻尾。 この根元の部分にロックがあります。このロックを少し外せば、これで合体準備の完成。サーベルタイガーのこことティラノザウルスのここを合体させます。判定側はトリケラトプス。さあ次は、10万モス。頭部を上に向けると、ロックが外れます。頭部の後ろ側のジョイントを展開。そしたら本体。 このパーツ、これを上に起こす。そしたら、後ろ足のパーツ、これを伸ばす。そしたら、真ん中から、ここを開きます。そしたら、この両腕の部分を前に3クリック。判定側も同様。これで合体準備完了。両腕に変形した10万モスの、こことここ。 それから、ティラノザウルスのこことここを使って合体。そしたら、両脇にもジョイントがあります。こことここ。反対側も同様。そしたら、マンモスの頭部はここ。それからここを使って合体させます。さあ、そして最後。プテラノドンは、重戦車キャノンを取り外して、 後ろ側、ウィングを折りたたむ。これで合体準備完了。キャノンを腕に取り付けて、背面の10万モスの足の部分、この間とプテラノドンのこことここを噛み合わせます。劇中ではこんな風に空を飛びながら背中に合体していました。完成これが大のタンカーだ これご覧ください。僕初めてこの10レンジャー見てて大のタンカーになった時、この形態にすごく衝撃を覚えましたね。なんていうかこう独特なフォルムをしていますよね。それぞれの守護獣の頭部がこう前を一斉に向いています。それぞれ足目カのコロがここにちょうどあるので、このようにコロ走行ができます。判定側。こういう感じですね。絶妙なプロポーション。 後ろから見るとこのようになっていますこのおもちゃには合金パーツがないんですけどもやはり5つが合体しているんでそこそこな重量感がありますさあそれでは最後の携帯大獣人に変形させます発動大獣人。まずはいくつかのパーツを取り外しますキヤノン10万モスの頭部 背面のプテラノドン。で、この10万モスの前足の部分に穴が開いていて、ここにキャノンを取り付けます。そしたら上体を起こします。まずは尻尾。ここを折り曲げて、このようにします。これを行ってから足。ティラノザウルスのこのボタン。これを押しながら、足をまっすぐにして、トリケラトプスの頭部。これを前に向ける。 反対側も同様そしたら腕を下ろしてここを回転させると手首が出てきます反対側も同様そしたら胸部のハッチを開いて この中にスペースがあるので、ここにティラノザウルスの頭部を収納。そうすると、大獣人の頭部が出てきます。そしたら、再び背面。ティラノザウルスの尻尾のこの部分にジョイント受け。それから、1マ万モスの、ここにピンがあります。ここを接続。そしたら、プテナノドン。頭部を収納して、ウィングを収納。そしたら、両脇のここと、 ここを合体させます。大獣人の頭部の角はここにあります。両側を、このように、前に持ってくれば、完成これが大獣神だいややっぱ <laughs>、大獣神かっこいい早速手に取ってみます。今までの戦隊ロボットっていうのは直線が多かったんですけども、 この大獣人は曲面があります。メカニックなところもあったり、生物チックなところもあって、本当に何にも叩えがたい独特なフォルムをしています。上半身及び頭部のアップ。僕はこの大獣人の顔がすごい好きなんですよね。両側に角があって、口元はマスク。大獣人は神という設定なんですけども、とっても神々しい顔をしています。上半身のデザインはこんな感じ。ここの合体パターンがいいですよね。 ティラノサウルスをコアとしながらマンモスが腕。そして最後にプテラノドンがここに被さる。それから下半身。タンク型のメカニックな守護獣に四つ足の動物型の守護獣。合体すると統一感があります。後ろから見るとこのようになります。大獣人のプロポーションは、まあ、全体的にちょっとこう、太ましい、マッシブなプロポーション。ここ近年で発売されたリメイクアイテムっていうのはもっとこう、シュッとしてるんですけども、 なんかこう、おもちゃの大獣人ってなんかこういうイメージなんですよね。可動範囲は腕、往年の安定の8クリック、頭部や腰は動きません。下半身、足が前に2クリック、膝は動きません。足首がこう前に可動します。大獣人の武器はゴッドホーン。近年では見ることがない、この戦隊ロボといえばメッキの剣ですよね。 手に持たせるとこんな感じ。さらに、シールド。持たせるとこのようになり、余ったパーツはこれでゼロです。大獣人の必殺技は、この恐竜剣ゴッドホーンを使った超伝説、雷光斬り。<ー>劇中で大獣人はとっても強かったです。こうしておもちゃをじーっと見ていると、懐かしい気持ちになります。 というわけで今回の恐竜戦隊10レンジャー進化合体デラックス大獣人のレビューいかがだったでしょうかやっぱ理屈抜きに本当にかっこいいですよね。僕もいろんなスーパー戦隊シリーズのロボットってこう見てきたんだけど、この大獣人に関しては、あの、本当に他のロボットもかっこいいと思うんだけど、これ別格だなと思うんですよね。この10レンジャーの前作の超人戦隊ジェットマンまでの往年のいわゆる戦隊ロボらしさっていうのがちょっとこう変わってるんですよね。 あとはデラックス超合金というロゴがありません。この10レンジャーの大獣人のところからデラックス超合金が廃止されました。ま,あ、また、星獣戦隊ギンガマンのところからまたデラックス超合金は戻ってくるんですけども、この約40年ほど続く戦隊シリーズの中で、この恐竜戦隊10レンジャーは一つのターニングポイントだったと思います。それからなんといっても海外でのパワーレンジャーの第1弾が恐竜戦隊10レンジャーだったんですよね。なのでこのメガゾードは世界中の人にとっても愛されています。 今回の動画面白かったな、楽しかった。オタファの歴代戦隊ロボレビューもっと見たいなという方は、チャンネル登録や厚い高評価、どうぞよろしくお願いします。それから、僕の YouTube のチャンネルを登録しておくと、更新情報が届いて、いち早くレビューを見ることができます。なので、チャンネル登録よろしくお願いします。みんなからの応援が励みになります。さあ、今日のオタファの交換日記。まあ、ズバリストレートにちょっと聞こうかなと思うんだけど、この大重時にまつわる思い出、ぜひ聞きたいですね。 ちなみに僕はというと、この十連レンジャーは見てたんだけど、なんかこう周りの友達とかがだんだん戦隊とか、ロボットのおもちゃとかからだんだん離れていって、自分はすごく興味があって欲しいなと思ったんだけど、なんかこう親にねだるのがちょっとこう恥ずかしくなっていった時期なんですよね。なんかみんなもそういう時ってあった仮面ライダーとかでもいいし、なんか他の番組とかでもいいし、もちろん他の戦隊でもいいんですけど、どこがターニングポイントだったか <laughs>、ぜひ教えてください 他にも恐竜戦隊ュウレンジャーや今回の大獣人のコツなどどんなコツでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。オタワでした。地球が丸くて青いことを誰だって知ってるけどずっと昔はわからなかった。またねー。